皆さん、トドで比較選挙を狙ってみませんか。トドワンドリーム TV 2億長者司会の安田大さんが担当、安田です。ヨコちゃん、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のゲストはスカパー J リーグ中継でおなじみの安塚博さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。番長さん、はい、あの安塚さんには以前一度出ていただいてるんですけど、はい、その時の結果、見事3頭が的中したんです。3頭3頭です。ほう、すごいですね。はい、ゆうゆうゆう、当選金はいくらですか。ちなみに6380円でした。6380円。はい、なんかコツはあるんでしょうか。これね、はい、あのいろんな考え方あるんでしょうけど、はい、全くありません。もうね、はい、調べて調べ抜いたところでこれ正解があるわけじゃないんです。はい、もうこれはもうその時の雰囲気、直感、ひょっとしたら自分と今まで違う予想を裏を返すっていうのも手だし、はい、かえって裏返して失敗したっていう例もあるし、はい、なんとも言えません。これはなんとも言えませんそうですね、はい、今回もそんな安塚さんの予想が楽しみなところです。はい、では早速、安塚さんのその直感とそのね、もう気持ちだけで、聞いてみましょう。よろしくお願いします。わかりました。私の予想はこうなっています。もう残りが6試合になりました。これはどういうことかと言いますと、いよいよこれ優勝争いも、それから残留争いも、それから ACL 狙いも正念場ということです。どのチームも負けたくないという気持ちが本当に強くなるのがこの6試合です。したがってご覧のように私が予想したものはほとんど引き分けです。まあね、これプロ同士が対決します。そしてリフレッシュしたいわゆる J1 のチーム同士が対決した場合に差がつくってのが難しいんですね。本格的にこれから戦うとどうしても引き分けになるであろうというもとに、本来私は引き分けというのはあんまりつけたくないタイプなんですが、今回はこのように引き分けをずらっと並べてみました。さて、その中で注目試合といいますと、広島ガンバ大阪という、これあの6位と3位の対戦なんですが、なんといっても勝ち点45と49の対戦というのは優勝を狙える対決です。したがって両チームともに大変この戦いを重要視しています。もしこの戦いに勝ったならば、その後ぐんと優勝争いに向けてアップするんじゃないかなという意味で注目しました。広島がもしガンバをここで得意のカウンターで本当に粉砕するような力を見せるものならば、これは広島が優勝争いに大きく加わってくる可能性があるぞと、私はここで断言できる一試合になるんじゃないか、そういう意味で注目をしました。それから横浜マリノスと名古屋なんですが、これあの名古屋の1点外でアウェイ勝利で、本来は先ほども言いましたように残り6試合というところで相手の敵地に乗り込んで勝つってのは容易な技じゃありません。まあまあ、おそらくは向こうもホームでの試合は絶対に負けないという気概でやってくれるでしょうし、そんなに力の差があるわけではない。でも私は名古屋にこれから注目しているのは、その持って生まれたタレントの数といいますか、玉田のコンディションはちょっと心配ですけども、もう潜在的な能力とタレントの数ではこの名古屋が私はちょっと図抜けてるんじゃないかなって今でも若干思ってます。ケネディもアジア枠なのか、そうか、そうだな、サントスもいるしな、そうか、そうだな、さまざまに適材適所を置いてます。ひょっとすると控えも含めて流れをゴロッと変えるのには名古屋みたいなチームがこれから強いのかなって、そんな印象を持って私は思わずここで名古屋が勝ちと見ました。これでもしこの予想が当たるようですと、名古屋が急浮上していくんじゃないかなと、そんな風に思っています。まあ大まかに言いますと、本命と言いますか注目カードを含めて私の予想はこういうことになってるんですが、いかがなもんでしょうか。いやー、聞きやすいねえ、いや、あのほんまに中継見てるみたいだね本当に聞きながらうなずいてました横でね本当にすごい、なんか背筋ゾクッとしましたけども、でも当たればいいんですけどね。はい、いや、もうこれ当たるでしょう。もうそうですか、当たりますって。もうはい、安塚さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回も当選いけるんじゃないですか。まあね、あの予想ですから何とも言えませんけど、はい、まあ、自信持って私はね、今後引き分けが多くなるっていうのはこれ確かなもんだと思いますよ。ああ、そうですか、うんうん、そう、うまく引き分けをね、はい、入れていくっていうのもね、手ですよね。じゃあ私から団長さんの予想にもこれ見ていきましょうか。はい、はい、僕の予想はですね、こうなっておりますよ。はい、なるほどね、はい、ほとんどこれアウェイが勝ち。そうです、思い切った予想ですよこれね。もう思い切っていったので、うん、はい、はいはい、じゃあその団長さんのおすすめの今回の狙い目、はい、ぜひ教えてください。さあ、理由はこちらです。じゃーんと、うん、はい、13戦無敗と好調の清水に死角なし。
大分と前回対戦3対1で、ね、もうそんなにか負けるかなっていうのもありますし、で代表で、僕の知り合いの知り合いの岡崎選手がですね、ハットトリック、あれすごいね、この絶好調の岡崎のいる絶好調の清水が、ここで最下位の大分に負けるはずがないんですよ、そうですよね、あの大分最近10試合でノーゴールが8試合、あ、そうなりました、そうなんですよ、ちょっと決定力不足に苦しんでいるところがあるっていうんでね、ちょっと厳しいかもしれないじゃないですかね、ここは清水の勝利が固いはずです。皆さんもぜひ参考にしてください。もちろん次のコーナーも参考にしてください。横井ちゃん、よろしくお願いします。はい、頑張ります。陽子の大荒れ注意報。アテンションプリーズ、ご案内申し上げます。冬季は間もなく離陸態勢に入ります。前回の大荒れ注意報、残念ながら外してしまいました。というわけで今回はこのキャビンアテンダントのコスプレです。さて、今週の大荒れ注意報は岩田対鹿島の一戦です。この試合、現在2位につけている鹿島に投票率が集中しているんですが、私は岩田に期待をしてもいいのではと思っています。そう考える理由とは、岩田の2トップが好調を維持しているということです。前田選手はリーグ戦で、3戦連続のゴールを決めています。イーグノ選手も最近5試合で4ゴールと、岩田の2トップは絶好調を維持しているんです。前田選手はここまでで15ゴール、イーグノ選手は11ゴールと、揃って得点ランクの上位につけるフォワードの存在は岩田にとっても頼もしいはずです。岩田は天皇杯2回戦に続きホーム戦です。調べてみると、今季の岩田はホーム 2連戦目は、3勝1分けと一度も負けていません。そして大荒れ注意報もう一つの理由は、鹿島は不調の域から抜け出せていないということです。再開試合となった、川崎戦にも敗れ、鹿島は5連敗という状態です。天皇杯2回戦でもアルテ高崎に1対0でようやく勝利と、調子を崩したままのようです。特に気になるのはディフェンス面にほころびが見えていること。リーグ戦の最近5試合で計13失点と自慢の堅守が崩れつつあります。鹿島はアウェー戦は3連敗中、そしてフォワードの興梠選手が出場停止というのも気になります。というわけで今節は2トップが絶好調を維持している岩田がリーグ5連敗と苦しんでいる鹿島から勝ち点を得ると予想しました。皆さん、この試合はぜひ1や0をマークしてくださいね。以上、陽子の大荒れ注意報でした。長らくのご登場大変お疲れ様でした。どうでしょうか、今回ちょっと私も調べてきたのでちょっと自信あるんですけど、大荒れとしては、鹿島のね、暑さ知らないでしょ。ショッピングモールにジーコの銅像があるってこと知らないでしょ。初耳でしたけど、そんな鹿島が負けるわけないんですよ。はい、というわけで、さて、トットワンドリーム TV、 今回も参考になったでしょうか。安塚さんと僕の予想は番組の最後でもう一度、紹介しますので、ぜひチェックしてください。第424回のトト販売締め切りは10月17日の土曜日となります。皆さん忘れずに一等当選を狙ってくじを買ってくださいね。安塚さん、今日はどうもありがとうございました。とんでもないです、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。あの団長さん、最後に当選祈願をね、ちょっとお願いした、皆さん期待してると思うんで。はい、わ、かりました。森脇健児さんの、森脇健児さんの当選祈願。森脇健児さん、実際当選祈願やってないんですけども。あ、でもあれ見られるんですか。はい、あれが多分当選祈願ちゃうかなっていう。見たい見たい見たい。セミの音、水のせせらぎ、日本人好きやろ。いやなんか当然間違いなしみたいな感じでね、いただいちゃったね。調子よくいきましたこれね。ためてためて普通のことを言うという森脇さん、これ当選祈願じゃないかなと僕は思ってるんですけども。皆さんもトトで一攫千金の夢を追い続けてください。次回の配信は10月19日の月曜日です。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。